以前兄貴と姉貴がこの部屋に結界を張ったんだよ。思う存分喧嘩できるようにって。でどうやって収める気だ。こうやってかな、ね、それって一体あんたはいつも3、2、1。収まったよね。は、母上殿。お母様、二人とも心配かけました。ごめんなさい。ちょ、お母様、なんで頭なんか下げてるの。そうだぞマイマイ、疑わしきはお前だ。母上殿に心労をかけるなどあってはならない。兄貴はちょっと黙ろうな。私は自分本位の考えにとらわれてやけくそになって、あなたたちの存在を茶犬に扱いました。母親として失格な行為です。申し訳ありません。母上殿、申し訳ありませんでした。ごめんなさいお母様。また昔のようによろしくお願いいたします。よろしくお願いします。俺たちのお袋は一人だけだしな。よろしくね、三人とも。でね、はい、それとは別にスカルゴとマイマイには話があります。さて、じゃあ俺はそろそろおいとましよっかな。仕事がたーんと残ってるしな。カータツ、またね。ああ、じゃあ。お母様、一体何を。母上殿、何をそんなに お怒りに。喧嘩のたびに魔法を打ち合うとかは禁止よ。そのあたりの常識について母親としてしっかり言い聞かせなくちゃ。あ、もちろんスカルゴのその過剰なエキストラスキルの使用についてもね。ごめんなさいお母様。あやしは